男子 500m 決勝第1組インナーレーン長谷川太一 ASSC、 アウターレーン坂健翔向川。第1組がスタート。インナーレーン長谷川、アウターレーン坂。 100m 坂結果、長谷川太一44秒48、坂健翔44秒50以上です。